ないと生活できないぐらい、もう人の生活に浸透しているもの。未来を生きる人の日常の中にこう、まあ、自然に溶け込んだ新しい価値。その最初のこういうものが欲しい、こういうものを作りたいっていう、そういう思いがですね、それが B オリジナルかなと思ってます。顔の映像を使って、そこでこう人の目ではもう見えないぐらい微妙なあの色の変化なんですけど、そこから人間の健康状態が分かるんではないかということで、顔の映像からバイタル信号を検出して、それを商品サービスにつなげるという、そういうことを検討しています。非接触で人の健康状態を把握するっていうのことに対するニーズっていうのが大きくなっているように思うんですね。人が健康に対してこう関心が非常に高くなっている、そういったところにもこう応えられると思ってます。大学はロボットの研究をやってまして、車椅子型 の, あの、まあ、人が乗るようなそういうロボットで、まあ乗ってる人の移動の補助をしたいと、まあ、人にとって便利な機能っていうか、そこに惹かれてたのかもしれないですね。小さい時からもう当たり前のように生活の中にあるっていう、そういう存在がこういうものって本当に素晴らしいなと思ってて、家電業界に入りたいと思ってました。もうその中でもシャープは面白い商品出してたんで、やっぱりその、少しそこの面白さっていうか、そこを許容してもらえるような会社なんだろうなと思って、それで志望しました。体を動かすことがもともと好きだったのもあって、幼稚園の頃から10年以上スイミングを、クラブチームでやっていました。で、その中で怪我であったりとか、かなりハードに練習していましたので、食事が食べれないというような経験もあったりして、その中でいかに自分のコンディションをこういい状態で維持するかっていうようなことを、小さいながらに結構そんなことを考える中で、こうやっぱり人の健康とかヘルスケアとか、そういったところに興味を持ち始めたのかなっていうふうに思ってます。大学では薬であったり食品成分が生態に及ぼす影響についての研究っていうのをやっていました。私がまさに就職活動の時にシャープが健康とかヘルスケアに今後注力していきますっていうのを知りまして、そういうアプローチもあるのかな、新しいアプローチで健康とかヘルスケアに携わることっていう、それもなんか面白いかなと思いまして、入社してみようという、ふうに決めました。カメラを使って、いろんなものを測るっていうテーマの中で、人間を測ってみようっていうのがありましたね。そうですね。人の目では見えないような顔色の変化っていうのを捉えたら、最初は人の感情が分かるんじゃないかっていう、そういうところが初めて、その人間自体を知るためにどうしたらいいかっていう、そこがきっかけですよね。で、調べていくうちに血管の変化っていうところから血圧が測れるんじゃないかっていう話になって、でまずは自分たちで測ってみましょうっていうところがスタートで、人っていうこう多様性のある生物を扱うっていうところで、こうどんな人でもこう測定できるようなものを作るっていうのが最終目標ですので、そのためのこう土台、研究の開発の土台となるデータを集めるっていう、その多様性に対応するためのデータ集めっていうのが大変だったなという、そういった多様性の中でね、ただやっぱりここを見ればいいんだっていうのを見つけていくという、そこが面白さであるかなと思いますね。人間って多種多様だけど、こうある部分こう共通している部分があるんだなみたいな、少し人間についてこう、今よりも深くな
構知ることができるのかなっていう気はしますね。まあ、カメラが目立たないところに、生活の一部の中にこう入ってて、例えば洗面台であるとか、そういうところにあって、でそこの前に立つと自然とこう健康状態が分かるであるとか、でそれがこう毎日の生活の中でずっと撮れてると、病気の予兆が分かるであるとか、いざ測るぞみたいなものではなくて、こう普通の生活を送りながら、こう人にこう大事な重要な健康情報っていうのをこういつの間にか取ってくれてて、何か異変が起きた時にこうその情報をこう使える、そうですね、健康をこう支援するような、そうですね、そういうものにしたいですね。